ばかりですが、彼らは一体どのようなファイトを見せてくれるのでありましょうか。バトルが始まりました。さあ手始めに小さなダメージ、新攻撃、大きなダメージ、一撃でダウン、早すぎるダウンです。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでニャースの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2。さあ今度は
軽い一撃。おっとひるんだ。両者とも大健闘です。この攻撃軽く一発。おお、これは厳しいヒット。あーっと一撃で倒れてしまった。さあ一方的な試合が展開されております。ここでブルーの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。さあ熱戦が続いております。いった、重いヒット。これで最後のポケモンもダウンとなりました。ここで試合終了。熱戦が続いております。ここポケモンスタジアム、観客の声援に迎えられながら今第3回戦スタートです。ここで波乗りだ。これは有効だ。おっと早い、いきなりダウン。さあ一方的なバトルになってしまうのか。ここでチョンキーの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2。まだまだ勝負の行方は見えません。強い攻撃、ヒット、いい感じです。おっと特殊防御力がダウン。さあこの場面で倒す。なんと一発の攻撃でダウンだ。さあ今度はどのようなポケモンが登場するのか。ここでケイシーの登場だ。これは時代通りの活躍を見せてくれるか。現在のところ残るポケモンは2対2。両者激しく火花を散らしております。ここでサイコキネシス、あがった、反発のダメージ。やっと力尽きたか。さあポケモンは残り1匹。ここでマラツボミの登場だ。これで使えるポケモンは最後です。現在のところ残るポケモンは2対1。緊迫した戦闘が続いております。決めの一撃が、これで勝者決定です。ここで試合終了。
バトルもますます激しさを増してまいりました。第4回戦です。今準備が整って、ここで太鼓技術決まった。これは効果的だ。一撃でダウン。早すぎるダウンです。初めから大変なバトルになっております。ここで5つ目の登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2。ここで波乗りだ。決め十分。あーっと、あっけなく倒れてしまった。さあ、この強力なポケモンの快進撃を止めることはできるのでありましょうか。ここでバルキーの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。現在のところ残るポケモンは3対1。一方的な試合運びとなっております。これだ。やっておいた。これで最後のポケモンもダウンとなりました。ここで試合終了。